もうこれも狂気に満ちている。聞こえますか？はい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 、お待たせしました。なんかめっちゃしょうもないことなんですけど。いやもういいですよそんなの全然。うちの父が、はい、結構なんかやばい人で。あなたのお父さんがやばい人？はい。やばい。はい。なんか結婚したんですよ勝手に。親に何も言わずに勝手に結婚したってこと？そうです、勝手に結婚して、うん、なんかそれより前になんかホストにハマっちゃって。ホストにハマった。はい。なんか結婚する前にホストにハマっちゃって、うん、その時担当だった人と結婚したんですよ、出来婚で。ホストと結婚した。はい。全然お金も貢いでないけど、うん、なんか結婚しちゃって。はい。したらなんかそのパパに言えなくて、その何ホストと結婚したことを。そしたらなんか、まあ、出来婚なんで子供でき生まれるじゃないですか、うん、連れてくんなみたいな、紹介しようと思ったら、うん、連れてくんな殴るぞみたいな。ママとパパ離婚してるんですけど、ママとも会ってて、うん、ママもなんか、なんて言うんですか、ちゃんとメモしたのに見るの忘れてます、ちょっと待ってください。はいはいはい。大丈夫ですよ。はい。めっちゃ緊張しますね、やばい。うん、ホストにハマってた時に、うん、パパにお金借りたんですよ。はい。いくら？1000万ぐらい。1000万、うん、なんかおじいちゃんがお金持ちで。まあいいや、でそのお金借りましたと。はい。ほんでお金借りて、でもそのお金はなんかもともとおじいちゃんが私に相続するために。どこ行った？え？で、おじいちゃんが亡くなっちゃったんで、一人分の量は決まってて、そのもらうお金の、はい、今22なんですけど、高校卒業してから大学に行く分のお金がだいたい1000万ぐらい相続分があったんですよ。何ホストに使っちゃって大学に行ってないみたいな。はいはいはい。クソじゃないですか。だから別に自分の分じゃ、自分の分、なんか人生で使う分一気に使っちゃいましたみたいな感じだけど、使ったみたいな。でなんかパパが、お前は俺の金を使ったから結婚は許さないみたいな、うん、なんか言ってることやばくないですかパパ。え、これみほなんか私がおかしいのか、はい、どうなんだろうってのをコレタに聞こうと思って。まあ結婚は許さないって気持ちは分からんでもないんだけど、でもなんか孫に会ったら孫に会ったでめっちゃ嬉しそうな笑顔で、うん、なんか喜んでたりとかしてて、なのに旦那は許さないみたいな。だからなんか多分分かってるんだと思う、もっとホストなことを。今ホストやってないけど一応夜職だから。なんていうのかな、そのお父さんの気持ちを理解してあげられないのかっていう。あ、そのなんかやばいじゃないでしょっていう。普通じゃないと、お父さんの考え普通だと思うんだけど。え、結婚してほしくないからそう言ってるみたいな。まあしてほしくない、まあどういう気持ちか分かんないけど、まあ普通の考えかなって思っちゃうんですよね、お父さん自体は。どこが、どこら辺が？どうんだ、結婚すんじゃねえみたいな言うのは。え、でも別に、なんだろう、出来婚って言っても、なんか半年とか付き合ってとか、何、付き合ってすぐ結婚とかじゃなくて、5年間付き合って結婚してるの。で、ただパパに説明して、うん、あの、紹介してないだけっていうだけで、別に短い期間で出来婚しちゃったから結婚します、ポンっていう感じではなく、うん、もうずっと付き合って、付き合ってる人いるよってのは言ってるけど、紹介はしてないだけで、うん、結婚して、なんか結婚するよって言った。だとしたら、なんで黙って結婚したの？親に反対されるからじゃないの？顔合わせする？顔合わせするみたいな時に、うん、パパとママ離婚してるけど別に仲が悪いわけじゃないから、なんかおいでって言ったのに、なんか出なくて、その、旦那が地方の出身の人で、その地方から義両親が来てくれて、その顔合わせに来てくれたけど、で、ママも来てくれて、パパがなんか東京駅でしたんだけど、東京駅まで来たのに帰っちゃって、うん、意味わかんなくない？その行動まず。なんで帰っちゃったの？え、知らない。で、パパ帰っちゃったって言って、妹が、なんかそれを教えに来てくれて、しょうがないから妹が代わりにパパの分の
何？ご飯代無駄、なんか予約制だったからご飯代無駄になっちゃうから食べていけないよ、みたいな。義両親の計らいで食べてくれて、みたいな。そんな感じで、で、子供のお宮参りってわかります？お宮参りの時も、なんかママも来てくれて、で、義両親もわざわざ地方から東京に来てくれて、お宮参りする時のご飯も、そのお宮参りした駅まで来たのに来てるよみたいなことを伝えて帰ってっちゃって、何かまちょみたいな、こっなちからしたらはみたいな、るほどね。その顔は何だろう、先に紹介しなかったからって別に駅まで来たら来れいいやみたいな。パパの気持ちも何だろう、ほんのり分かるけど意味わかんない行動が多すぎて意味わかんないなみちたいょっな。と待って、お父さんにはさ、ずっと子供が生まれてからお父さんに言ったの？子ど供のが生タイまミれる前に付き合ってる人がいるって言ってたし、結婚、なんかできこんだけど結婚するみたいなことは言ってたけど、会ってはくれなかったみたいな。でもなんか、おじいちゃんがいないのは悲しいじゃん、子供に。お父さおんにじいはちゃんしてほさ、しいけど、ごめん、ちょっと待って、お父さんはなんで結婚するなって言ってる理由は聞いたの？顔を合わせてないから。顔合わせけてどない顔合わからせるき、タイミングはいっぱいあったけど、なんか顔合わせをしっかりしろみたいなことはお兄ちゃん経由で聞いたけど、それよくわかんないんだけど、なんか顔そ合わの、せってどっかで、待ち合わせしてとかじゃなくて、相手の家に行くもんじゃないの？いきなり行ったら迷惑じゃない？いきなりじゃなくて、この日っていうのを決めて、その家に出向く。で、日にちとか時間帯決めてるのにもかかわらず、その親父がいないとかだったら、わからんでもないんやけど。一回行ったの？なんかいついつに行くよって言ったら、あ、行ったなんんかや。LINE 未読無視されて、で、行ったら結果いなくて、旦那も、なんか旦那がもう、なんかそんな感じならもう会いたくないみたいな。なんか別になんかそこまで否定されたら、旦那も会いたくなくなるじゃん。なんか別に会わなくても、うちの親いるし、みたいな。別におじいちゃんがやることランドセル買うぐらいでしょ、みたいな。って感じになっちゃって、旦那が。自分の親にも、なんか別に孫の成長を見てほしいし、みたいな。わかります？言ってることはわかるよ。言ってることはわかるけど、やっぱり勝手に結婚したりするってなると、それは会いたくもないって思っちゃいますよね、親父の方けも。どなんか、生まれてから結婚はしたくなくて、パパがって許いうしか、てくちょっれと待って、なかっさったきのから、話みもたそういな。なんだけど、家に行って行きましたっていう話だけど、でも LINE は未読だったでしょ。僕が言ってるのは、ちゃんと約束の日にちとか取り付けた状態で家に行ってのにもかかわらずいなかったら、わからんでもないなっていう話なんですよ。何？別に働いてるわけじゃないから、家にずっといるはずなの。いパパやー、では。もそれはやっぱね、ちゃんとそこは予定組まないと、そんな気軽にするもんじゃないでしょ。気軽に、なんかそれも妹に裏取りしてもらって、裏取り。なんか、なんていうの？この日に行きますっていう LINE を送って、妹に、なんか、前日に明日何してるって聞いてもらって気軽に。したら家にいるよ、みたいな。帰ってきたから、あ、家にいると思うよって言ったのに、行ったらパパいなかったみたいな。妹に確認するんじゃなくて、ご両親に確認するもんじゃない？なんかパパが、なんかもう離婚してるから、この間 LINE 来たのは、ママにいろいろやってもらってるんだから、俺は必要ないじゃん、みたいな。それも意味わかんなくない？別に、両親だから、別に、どっちがどっちってわけでもないし、ママとパパがいて普通の家庭なのに、うちは離婚してるから、別になんか離婚した理由も意味わかんなくて、これって結局離何婚のし相た。談なんでしたっけ？どうしたら、パパに会ってもらえるかなって。ああ、いやでもそれそはの無理でしょ旦那の説得もしなきゃいけないし、う。だって今のところ旦那からしたら変な人だし、パパ。それはやっぱ改めて、もう結婚してる状態だとして、顔合わせするべきなんじゃない？それをしないと始まんないでしょ。顔合わせってさ、あっちの両親も合わせてってこと？いや、まずは2人でお父さんに挨拶しに行けばいいじゃん。挨拶が遅れたこととかの謝罪とかさ、あるでしょ。いろいろ言わなきゃいけないことが、勝手に結婚したこととかさ。
ってやっぱそうなのかな。え、ちなみになんか5年前に付き合ってたって言ってたけど、今22なら17歳の時にホストクラブ行ってたってこと？そう。え、17、18になった時に行った。だ高校生だけど、まあ、みたいな。その先輩に連れてかれて行ったら、みたいな。大丈夫そう、これ。まあ、まあ、でもさ、まあ、彼氏もなんか会いたくないとかいう、なんか子供みたいなこと言うね。だって、ちょっと拒否られ、いや、だって会いたくないって言ったって、なんか、ちょっと拒否られたぐらいで会いたくないって、娘さんいただく、ね、もらうわけでしょ？なんかちょっと拒否られたぐらいでもういいわってなるの、うん、相続の話もあって、その後、その1000万返せよみたいなことを言ってきたりかしてきてて。それ本気で言ってんの？1000万返せとか言ってんのは。なんか自分が遊んでお金なくなったから、妹の学費がなくなったから返せみたいな。え、それやばいやろ。やばいっしょ。え、 あなたがやばいんじゃないのそれって。え、どういうこと？え、あなたがホストで1000万お金使ったから妹の学費がなくなったって言ってんでしょ。使ったのは自分の、うん、そうそうそう、自分のお金分、その大学行ったり、その後なんかそのお兄ちゃんとかはもう1000万分ぐらいもらってるの、みんな。まあでもさ、それをさ、まあ普通さ、じゃあその おじいちゃんはさ、確かにまあじゃあ一人一人に1000万とかあげたかもしれんよ。まあなんか今後の将来のためにって思ってみ、うん、あげてるわけじゃないの、その1000万っていうのは。誰がホストに貢げみたいな話でさ、しかも短期間で溶かしてんだって話で、それをさ、でももらったお金だから、いやだからそれをね、もうもらったお金だからいいじゃん、何使っても私のお金だからいいじゃんって考えが、まあ、やっぱ子供やし、そんな子供がね、まあ、出会った先がホストクラブで子供同士で結婚して大丈夫なんかって親だったらそういう気持ちになるな。しかもでき込んで、しかも勝手に結婚して、結局やってることはさ、子供と同じじゃん。好き勝手やってるわけや。好き勝手やってるくせに、うん、お父さんにが合わないって言ったら、やってよ、ちゃんとしてよって、そんな今まで好き勝手やってんのに都合いいでしょうってなるでしょ、そりゃ。そうなんかなっていうのが、まあ俺は一般の的な考えかなと思うけどね。いいけど、パパもパパで遊んでるんだよ。何して遊んでんの？フィリピンパブ行ってるそれはあれでも離婚してるんですよね。離婚してるけど、離婚して独身なら別にいいだろ、フィリピンパブ。自分の稼いだ金で行くのは。え、稼いだ金じゃないよ、無職だもんおじいちゃんの遺産、おじいちゃんの遺産で、フィリピンパブ、おじいちゃんの遺産、パパには結構ない額分置いて、それと別に孫には残しとこうって言って残したのが1000万で、別にその1000万は使わないようにしろって言われて、口座も別にしてるのに、その口座分をもらって、うんうん、でお兄ちゃんはもう自立してるから、年離れてるから自立してるから、もらってるのも1000万、うんうん、おじいちゃんが亡くなった時に、うん、でその大学費用とかでまだなんだろう、自分で管理できないだろうかって言われて、入れてた分を丸々もらった、大学行ってないから。で妹のは別の口座にありますって言って、その丸々分を使っちゃって、まあ別に大学行かないからいいやみたいな気持ちで行ったの。まあだって使っちゃったもんは使っちゃったし、うん、なるほどね。どうしようもできないから、まあなんとなくこう、なんですか、まあ、性格というかなりが分かってきたんですけど、なんか相手がこうだから別に私こうやってもいいよねみたいな考え方ですよね、あなたって。え、そんなことないよ。いやだって親父がそうだから、あの別に私もこんなんしてもいいじゃんみたいな今言い方だったじゃないですか。ホストで1000万使ったのはマジで人生の汚点だと思うけど、お父さんがフィリピンパブに行ってようが関係ないんですよ、今回の話って。別にそうじゃなくて、2人で挨拶しに行けって話をしてるの、今まで好き勝手やってきたんだから。でもそれを言ったら、あなたは、うん、いやお父さんだって好き勝手やってるじゃんって言ったよね。うん、お父さんが好き勝手やってるから私たちも好き勝手やっていいとはならないじゃん、うん、それが子どもの考えだっていう話をしてるわけ、さっきから。申し訳ないけど、あなたの旦那さんが子供すぎるわ。勝手に結婚して挨拶もせず、お普通やったらちゃんとそこはするけどね。え、でもなんかもう何回も何蹴られて蹴られてみたいな感じで、パパと旦那の板挟みにされてるからしんどいよ。わ、まあ、かるでしょ。いや それってでも勝手に結婚した後の話ですよね。てかさ、そんなにお父さんに不満があるならもうお父さん合わせなくてよくねって思っちゃうんですけど。私がおじいちゃんが片親だったから、うん、息子に片親、何
おじいちゃんが片方いないのを味わっ、何、2人いたらいいよねみたいな、2人いるのが当たり前、なるほどね。まあじゃあ息子のために2人で頭下げたらええやん、ほんなら。けど旦那がマイナスだからみたいな、そう、ま、マイナスって何、どうしたらいいかなっていうの。どういうこと。え、あ、旦那さんはじゃあ お父さんのことが気に食わないから息子のために動けないってことね。だって俺の親いるしみたいな、そういう感じ。旦那の家が地方だから近くに自分の親がいるのに頼れないって結構しんどない？どうしたらいいかなと思って、ポレタンに連絡した。したら、1ヶ月、無視されてた。まあ、だからどうしてもね、会ってもらいたいならば、それ相応のね、今まで好き勝手したことに関する謝罪と、まあ、認めてほしい。だから2人のこと認めてないから、こうなってるわけであって、まあ、そこをね、するしかないよね。いや、でもそれ以外ないでしょ。逆に、他になんかあんのかなって思うけど。いや、ないと思う。うん、いやだからそのなんか息子のためにっていう気持ちでできないものなのかなって。ですよね。頑張ってみます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。なんかやっぱ頭が悪い人ってやっぱ一定数いるけど、なるほどね。これ話して分かるレベルの悪さというか、相談乗ってもらったのにデモとかたくさん言ってしまってすみません、旦那説得してパパに謝ってきます。だって。